しても爆風だな本当。8メーターフラットが終わってからのエリアに来ました。おーし、くった。よっしゃー。今日は東京湾の醍醐味、秋のバイブレーションパターン、オープンウォーターの釣りですね。やってみたいと思います。でっかいの釣れればいいんですけどね。まずはブレイクのフローティングストラクチャーからやります。今時間ね、ちょっと潮が止まってるんで、こういうブレイクとかはいきなり食いましたね。サイズでかいのいないんだよな、最初だから。ああ、やべえ、ドラグ小っせ。抜いちゃおう。あ、フロント外れた。うっさ、こういうのは結構いるんですよね。銀色と、まあ、今日ね、本当は 8m のフラットエリアで重いバイブレーションで釣りたかったんですけど、まあ、風がすごい強いのと、あとそうですね、ちょっと最近 8m に魚が消えてきて、まあ、もしかしたらこのブレイクのフローティングストラクチャーにいるかなっていうのはあったんでやってみたんですけど、小さいですね。まあ、ブレイク8メーターの魚がね、上がってきてればこういうとこなんですけどね。これ航路の外側足を釣ってるんですけど、航路の中側足が水深8メーターです。で、航路がありまして、航路の上側足が2メーターなんですね、水深が。で、まあ、潮が止まってる時なんかはこういう航路の浚渫とか航路をやると、やっぱり潮が他のフラットのエリアとかよりは動いてるんで、まあ、こういうとこを釣っていく感じなんですけど、まあでっかいのついてればいいですよね。ベイトはでも抜けてたベイトが入ってきたから、そんな悪くはないと思うんだよな。いろんなね、作業船とかタンカーとか航路通るんで、航路は外側足を釣らないとダメですね。ずっと大騒ぎしていた 7m、8m フラットエリア到着です。でもなぜかこの4日間魚が消えてしまいました。でも北風爆風が吹いたんで、戻ってきてくれてたら最高。3、4、5、6、7、8、9、10、今 35g のバイブレーション使ってるんですけど、これだいたい8秒9秒ぐらいですかね、落とすとだいたい 8m ボトム到着しますね。うわ、風強え。
ボトムの方にいるやつはこの城とか白ギス食ってるやつなんですよね。そいつらがでかい。上やれば釣れるけど、やっぱりこのボトムのでかい魚釣りたいですよね。基本ストレートですね。であまりにもボトムべったりだなっていう時はリフト&フォールして、あとはこの巻いててコンコンコンとかいうバイトがあった時にそのクラッチ切って落としたりして食う時もあるんですけど、基本はもうストレートですね。もうこれほんとハイシーズンだとこれ巻いてるだけで小さいのは食ってきちゃうんですよね。でもやっぱその肝はボトムをしっかり取ること。ボトムしっかり取るとやっぱでかいのがドーンって出たりするんですよね。ただちょっと1週間前ですよね、最高だったのが。毎年このフラットエリアは1ヶ月ぐらい釣り続くんですよね。今年はちょっと終わんの早いのかな。このオープンウォーターのフラットの釣りで、まあ、水深8メーターぐらいやるときですね、僕は66から7フィートぐらいのミディアムライトのロッドで、あんまり同調子の竿だとルアーショワしたときに結構投げ重り感がすごいんで、まあファーストテーパーに近いような感じのロッドを選びますね。でリールなんですけど、最近ハイギアっていうのが結構みんな主流になってきて、そのハイギアでも結構良し悪しがあって、でっかい巻き物ルアーとかあると重いんですよね、巻き心地が。でもやっぱその重いのを我慢してでも高速リトリーブなんかをするときにやっぱり全然超過的に変わってきますんで、例えば本当早く巻かないといけない時っていうのがもうローギアだとすごい疲れちゃうんですよね。1日投げてらんないんで、そういうことで僕はやっぱハイギアを最近はもう選んでますよね。でスピンテールとかそういう系のルアーを巻く時はやっぱハイギアすごい重く感じるんですけど、このバイブレーション、あんま水の抵抗そんな受けないバイブレーションを巻くときは全然ハイギアでも大丈夫ですね。僕は1日投げて巻いてられます。でラインはまあハイシーズンはちょっと心配なんで14ポンドのフロロカーボン使うんですけど、結構水深が8メーター以上ですね、8メーター以上とかになるとやっぱり12ポンドぐらいまでに落とした方が感度はいいですね。で、まあ、ドラッグ調整とかしっかりしてれば12ポンドってそうそう切れるような太さじゃないんで、全然今年も8乗馬はまあ釣りましたけど全然大丈夫でしたね。もうドラッグさえちゃんとしっかり出せれば。よくドラッグ使わない人がいるんですよね、ベイトで。まあ、ブラックバスやってる人なんか結構そうなんですけど、そのクラッチオフで対応する人が結構いるんですよね。で僕的にはこういう釣りに関しては、まあ、ドラッグベイトタックルでもドラッグをしっかり使っての方がバラシは少ないですね今まで。あとはまあ、ルアーが重ければ重いほどよくラインを太くするんですけど、このラインがあまり太すぎても本当感度が悪いっていうのが出てきちゃうと、今の当たりなのかな何なのかなとかよく分かんなくなっちゃうんで、できるだけもう14ポンド以上は使わないようにしてますね。って言ってても食わないとしょうがないんですけどね、これ。